くださった方のお名前書きか ババプレゼントくるの嬉しい。なんか直接聞かれると難しいこういうのはどう答えるのがベストなんだ、どう答えるのがベストなんですか。これ皆さんは嬉しい、これは何、アイドルとしてどう答えるのがベストでございますか、どう答えるのがベストですか。でもなんかみんなが選んでくれたものだったら嬉しいなと思うけど、もうわかるよ、あのハットもね誕生日プレゼントを選ぶの苦手だからね、言ってくれって思うからな。でもなんか難しい、どう答えるのがベストかな答えたらさ、なんかわかる？言いたいこと。でもプレゼントくれるのは嬉しいですね。すごく嬉しいですね。ありがとう。まさぴさん、ありがとう。今日すげえ。ガガガガと飛んできた。こんばんは。僕のこと覚えてくれてますか？覚えてるよ。受験はまだなの、まだ大丈夫なの、今年なの。今日はお仕事をまあちょっとやってきて、今日やったことは朝ぼちぼち朝、8時に起きて、前日の夜に準備してた朝ごはん、キャベツと卵炒めたやつとさつまいもとお味噌汁を飲みまして、でまあお仕事向かって、ちょっとやることお仕事やって、そう、列健康んで、今日は久しぶりにちょうど行ったところにザラがあったんで、私の大好きなザラがあったんで、ザラを見て、なんか久しぶりに行ったらお店の服がねめっちゃ変わってた。なんか前私が行った時は私が買ったセットアップとか黒のなんか赤いセットアップとかがあったんですけど、全然変わってましたね。何も買ってないんですけど可愛かったです。今日もで、あで今日はお好み焼きを食べましたね。あとはくらいですかね、本日の。いいじゃん、いいじゃん。本物に変わったのか、なるほどね、可愛かった、とても可愛かったです。プレゼント何が欲しいは、皆さんいろいろ大変だと思うんで、いやまああのじゃあフォークとかでフォークとかね、スプーンとかね。
近ハツがなんちゃらさんに言いたいことわかる。でも嬉しい、こんな可愛い方に似てるなんて。皆さんのお待たせお待たせ、ちょっとね携帯の充電が切れちゃってネットの共有もなくなっちゃった。見てて思ったけどさ、やっぱなんかさ、もっと細くならないとなと思った。見ててちょっとダイエットに成功したらザラの服買おう、あのご褒美にちょっとご褒美に買いますわ。ちょっとまだダイエット成功してないからまだダメ、まだ買わないっていう。危険です。ありがとうございます。夕日が染みた経験ある。うん、あ綺麗な夕日だなって思ったことあります。ご褒美いいね、イエー。何キロ秘密中、これ買うぞって決めたら時出るでしょうよね。ちょっと待ってね。おねむちゃんだよ。なんか太る、太るよね。最近ね、まあみんなには私のねついていなかった話ばっかりしてたけどね、最近いいこともあったの。私のいいことじゃ、まあ私は嬉しいけど、まあなんだろう、みんなに関わることとかではないけど。私自身は嬉しいことあったんだ。お、来て来て来て。今エースのアンペアさんまで書いたのかな。配信見てる場合じゃない？もう、もう、なんか何ですか？ちょっと何年生かわかんないけど、卒業とかのやつですか？なんかテスト前とかですか？うん、違うよ。あのね、友達がね、一人ね、合格したの。大学よかったまだもう一人まだ終わってないけど合格したらしい。よかったです。だからまたちょっと今コロナだから会えないんだけど、あんまりまた遊ぼうねっていう。おめでとう、ほんまにおめでとう。すごいね、ほんとすごいわ。それも多分その子さ、お家で一人で勉強してたんだよね。いやほんとにすごいわ。よく一緒に勉強したりとかもしてた、4月とか。最後の方は私も全然一緒に勉強とかしてないから。すごい。友達がね、大学合格しました。いやー、拓郎さんとはすごいよね、ほんと。ほんますごいわ、ほんますごいわ。
ね、すごい、ほんまに音もすごいわ。だから頑張ってね、みんな頑張る、みんなも応援しているよ。ね、もっとこしょい、うん、またばかりしてます。イエーイ、キャンプパスライフまたしたい。楽しかったんですか、キャンパスライフ。いいな、私もキャンパスライフをしたいな。キャンパスライフどうですか、現役大学生の皆さんはキャンパスライフを楽しんでおられますか、楽しんでおられますか、大学生の皆さん。でもなんか今追われてそうだった、コメント見てた。皆さん職場ライフは楽しんでますか、社会人の皆さんは。中学生の方は中学生ライフ楽しんでますか、楽しんでますか。あ、オンラインなんですか今もまだ。マジか、春夏さんありがクッキーたくさんありがとう、バレンタインデイ。中学楽しい、おーよかった、中学が一番楽しかった私は。いやそうでもないか、幼稚園が一番楽しかった。いやでもね、中学今ならマジ何でもできるから、なんかもうねやりたいことたくさんやるな、ほんまに。ほんまやりたくさんやる。あつくるさんもありがとう、たくさんクッキー。春休みだからゲーム毎日してる、いいな、いいね。私も結構今ねお休みみたいなもんだからね、いろんなことしてるわ。お、なんとは言いませんが楽しんでる。お、よかったです。ちょっと絵文字が楽しんでなさそうですか。お、大学ライフ楽しかった、いいね、楽しかったって言えるその思い出が素晴らしいと思います。お姉ちゃんもすごい楽しんでそう。どうなんだろう、なんかさ、こう私が大学行きたいって言うとお姉ちゃんは別にそんなって言うけど、やっぱ私から見てるとめっちゃ楽しそうなんだよな。なんか友達とこうさ集まってお鍋パーティーしてるのを見たりとかすると楽しそうやんって思ってしまうわ、うん、オンライン、あ、高校もオンラインなの今。そうなの、そうなんだ。ラスト JK で一番遊べる時期にオミクロン。そうだよね、そうなんだよね。私の高3の代もね、甲子園が中止みたいなもんだったから、ほぼ中止みたいな感じの年だったんでね、本当にかわいそう。なんか私は学生生活を送ってなかったから、まあ、コンサートが中止とかでしたね私は。でもやっぱ大変悲しい。そう、なんか修学旅行行けない人とかもいたし、修学旅行は公認で行ってたから私は。でも多分こう今高3の子は行けてない子もいっぱいいるよね。うん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 、そっか、魚あんまり実習なのか、大変だの。大変だの。アイドルも楽しみますよ。このまま仕上げれば県内は回るだけ。でもうちの妹もそうだったと思う。結構ね、行事全部中止になってるね。悲しいね。早く終わってほしいよね。待って待って、これはヤバタニエン、これはヤバタニエンだよ。あ、ヤバタニエン、やっちまったね、やっちまったぜ。
あ、全然消える。もう全然消えるじゃん。マーカーで木の机に落書きみたいにペッてやっちゃったけど、消しゴムです。全然消えた。よかった。危なかった。ちょっと今日眠すぎて、7時、まあ、8時になる前に眠すぎて、まあ、私も今日は寝るかと思った。隣の学校は県外にいたの？確かにそれはどういうことってなるね。公立とかだったらなお。ちなみに私が中学生の時は東京に行きましたよ。その時はまだコロナとかそんな感染症がねこの世で流行るなんてそんな想像もしてなかったです。こんなことになるなんて想像もねしておらず、元気に東京に行ってましたね。懐かしいですわ。かわいいデザイン。サッタンさん、ありがくっちなんでそんな隣の学校でなんでそんな差があるの？私はどこも同じだったと思うな。隣の学校、隣の学校がどこ行ったかあんま聞かないけど、多分大体みんな東京とかだったと思うんだけど、そんなユニバ行って東大寺とかあるの？隣はユニバなのに。それは嫌だな。それは悲しい。私は夢の国でしたね。とっても悪い時間だ、時期だよね。本当にそう。今の学生さんは本当にそうだよ。海外行きたかった？うん、私海外行ったことないな。仕事以外で行くとき、あ、でも楽しいよ。仕事で行くときとかは正直新幹線乗ってる時とかもう心がもうヒヤヒヤしてるんですよ。あ、今日のレッスンどれかなとか思いながら行くから、そんなことは考えないで行く。東京はまたちょっと違った場所に見えました。鼻かゆい。こんばんは。オーストラリア行った。いいね、オーストラリア。宇多田夫婦の、宇多田母&、宇多田母の父の新婚旅行、オーストラリアらしいです。隣の学校だけがいいとこもそう、それ結局そういうもんよ。小学生、中学生、みんなそういうもん。高校生もうね、そのね、自分たちが良かったらもう自慢するわよ。私もするわ。いいよいいよ、そんな中学の修学旅行中止になって京都、奈良の予定が地元映画館それも楽しそうだけどね。映画館、映画館とかあるんだ。そんなあるんだ。映画館とかあるんだ。あ、でもうちの妹はね、修学旅行がそう夢の国だったんだけど、もともとはなぜか富士急になってた行けないかと思ったけど、でも行けてたね。で、富士急になってました。で、あと東京観光が、東京観光じゃなくて富士サファリパークになってました。でも個人的にはそっちの方が良かったなと思う。富士急行きたかったし。そう、映画館で何見たんだろう、気になる。みんなの好み合わせれないよね。アイドル宇多田の新婚旅行どういうこと？アイドル宇多田の新、アイドル宇多田どういうこと？
普通に宇多田ハツカがいつか新婚旅行に行くとしたらどこ行くかってこと。でも新婚旅行とか関係なく海外行ったことないから、海外普通にアメリカ行ってみたいよね。あとアイスランドだっけ、アイスランド、アイルランド、アイスランド、どっちだったっけ、わかんないけど、タイタニックの記念館があるとこ行きたい。どんなもんなんだろう、行ってみたら、あ、こんなもんかってなるのかな。まあそれでも行ってみたいよね。サファリパークと富士、サファリパークと両方とかあるの、贅沢、贅沢だね。スニーク暮らしの映画おすすめ、あ、なんか見てる子いたな、そういや最近メンバーで、最近じゃないわ、全く昔だったけど、夢の国は遠足、いいね。僕の姉の新婚旅行は確かヨーロッパの、あ、どこだろう、あ、アイルランド、いいんでしな。今朝の画像美しすぎた、ありがとうございます、ありがとうございます、昨日撮りました。お母さんになんか、お母さんが写真かわいいねなんて送ってくることないのに、この写真かわいいって急に、あの今日のお仕事中に LINE が来てびっくりしました。ね、エイト全員グアムも行ってたよね。私ちょうどその時まだ入ってなかったから行ってみたかったな。新しいシール買った。あれ？新しいシールさっきどこやった？私新しいシールを先ほどどこに置きましたので、何の処理でしょうか。あれー、こっちの、あれ、むちの。ねえ、タイタニック行きたい。ジェットコースター苦手なの。うるさん、リガキッチ、フリーバスか。いいね、でもそれもまた楽しそうだね。なんか絶対さ、あ、サカさん、ありがちゃこ。うるさん、ありがたん。ありがちゃこちゃこ。絶対さ、その中でさ、私、ねえねえ、まるまるくん、一緒に映画見ようよ。まあ、しょうがねえな、みたいなさ、やってる人いるんだろうな。青春だね。青春だね。ちょっとよくわかんないシール買いました。コースター苦手なの？コロナ収まったらね、47都道府県ライブしたいですわ、私も。何言うかな、タイタニックの DVD100 枚持ってる、それは嘘やろ。私は持ってますよ、1枚。こんばんは、初見です。こんばんは、こんばんは。当日券もらった、きたいね、じゃーん、できた。たきさん今見てなさそうなんで、ちょっと全員書いたら全員一気に755のっけよ。また来たなと思った時に見せよ。かわいいこのイラスト、自画自賛。うどさん、ありがちゃっこ、ありがとう。そうそう、保証、手厚い保証ですね、うん。ハッツは誘いたい人生だった。まあ、ライスに期待しましょう。次から、髪から、あー、もうなんか白に見えるね、黄色なんだけど、ピンクとかにすればよかったかな。後悔後悔。なんか夢見るの色が黄色だから黄色にしてみたけど、あんまし見えないね。まあ、いっか。まあ、みんなの目には黄色に見えているでしょう。明るい追いかけね、久々にすると楽しいよね。時間、心に余裕ができた時にやりたいですわ。また
あ、そうだ、今日のお好み焼き何入れたのってコメントさっき来てたのに返事してなかった。今日は長芋も入れて、ちょっと別で宅にね、キャベツともやしと、あとは納豆も入れました。そんぐらいかな。でも今日は卵ね、あとでおからパウダーとかね、でね、今日お肉は入れなかったよ。でもちょっとね、入れすぎてね、あの、あ、これ失敗ですね。あ、なんかおかしいと思ったらそういうことか。失敗失敗、吐き直し。入れすと本当にうまい。やった、そこに入れてない。まあ畑のお肉ちゃんを入れたんで、まあやったぜ。そうそう、食物繊維たくさん取れる。昨日ね、 Google のアプリっていっぱいあるじゃないですか。皆さんなんか使ってる Google のアプリありますか？私はね、 Google カレンダーと Google の、Gmail とか使う Google のやつと、あと Google ドライブ使ってたんですよ、ずっと。 Google はね、最近、昨日ね、Google To Do リストっていうのがあるのを知って、ちょっとインストールしてみた。良さそうですね。うるさん、ありがクッキー。ありがとう。Google カレンダー便利だよね。あ、フォトとかあるの？フォトは何するやつですか？でもさ、Google To Do あんま使いこなせてない気がする。私あんま使いこなせてる気がしないんだよね。あ、マップも使って、マップ面白いよね。ふぅ、あとマップは使ってないか。私はマップは携帯に入ってる。 YouTube は Google じゃないかな。そっか Google か。あれ、Google でログインしてんね、あれ。そういや、言われてみればそうだ。 Google 関係あるの？ YouTube って。はい、どうそんなことできるんだ。ばなんか ToDo、 Google の ToDo 使いこなせてない。なんかリストをどうやって分別して、どうやって使うのが一番効率がいいのか、ちょっと。Google なんだ。で、 Google ってめっちゃ金持ちやな、あれ。誰もが知っとるようなことを言います。なんか Google 感ないね、 YouTube。ありがくっちねえねえ、眠くは眠くないよ、眠くないよ。Google すごいね。あ、久しぶりに来れた。お疲れ。お受験お疲れ。いい結果が出るといいね。まあでも、まあまずはね、受験生活というものを終えたことに拍手だよ。まあもしかしたら、まあ分からんけど、じゃあこう1年ね、頑張って偉いよ。ほんま偉いね。はあ、眠か眠か。
ぬぎさんにがハートありがとう。いやなんかさ、使い方間違ってるかな。うーん、重いな。どうしようかな、やっぱ世界征服。よし、こういう時は宇多田ハヤツくんの無理やり、なんですっけ、質問コーナー。みんながちょっと飽きてきただろうなっていう時に無理やりやるコーナーだよ。みんなはもう宇多田ハヤツくんの質問なんてないよと思いつつ絞り出してください。それがみんなの使命だよ。セラマツマラマサヤングク、おお、ハロー。身長は160センチって言って、多分159センチだと思います。好きなランチパックは、あんまランチパック最近食べてないけど、ピーナッツめっちゃ好きですね。ピーナッツバターとか好きなんだよね。初見です、頑張ってくださいね。ありがとうございます。前髪はどうすればハッピーに綺麗にセットしますか。私これ綺麗ですかこれでも前髪は多分私と同じ方法をしても、まあこうやってね、ブロッキングって言って、こうやって上分けて下分けてってストレートアイロンみたいなで、私多分これ結構立ってるから全然綺麗じゃないんだけど、あの結構前髪とか自分の癖をちょっとこう研究してみて、あこういう癖だから自分はこうしようみたいなやった方がいいと思います。うちわのネタ、うちわなん、これハテナ、あほう、オースターも新しい、うちわ、じゃあポコちゃんとかで、それ鈴木拓さんのラップは面白い、とても面白かったので、88点で。AKB の好きな曲は、最近好きな、あ最近今思い出したのは、初日とかも好きですけど、君に会うたび恋をするって曲は結構テンポとかがすごく好きだなと思います。一回恋をした僕の胸の奥で眠ってた、なんかすごいドラマとかで使われてそうなこうリズム感だなって思う。え、回答全部ボケる、うん、できる気がしないな。よいしょ、ライス宇多田さんと出会うためには今何をしたらいいですか。まあ今全力でね、宇多田のことを好きでいてもらえたら、もしかしたらライスもね一緒に会えるんじゃないでしょうか。最近アニメやドラマを見てますか。好きなアニメありますか。最近は鬼滅の刃をちょっと見てました。好きなんで。で好きなアニメは今鬼滅の刃かな。鬼滅ですね。次の夢見るはいつ、ちょっと不明です。私のパソコンが壊れて、とかミッサーかカレンちゃん、多分私が前回私投稿なんで、次はミスサカカレンちゃんだと思うんですけど、予定ではちょっともうちょっとちゃんと話し合わないといけないですね。期限とかしっかり決め直さないといけない。ちょっとコンサートとかもいろいろあって、ちょっと今グダってるんで、ちょっともう一回立て直さないといけないですね。ポコちゃん頑張ります。楽しみにしてます。普通の優しさとさりげない優しさ、どっちが好きですか。優しさは何でも好きよ。だけど、さりげない優しさ、まあでもなんか相手に気づかれないような優しさができる人はすごいなって思う、尊敬する。なんかやっぱりこうなんか人に優しいことをする時も、純粋に優しいことをしたいっていう気持ち
もあるけど、やっぱりさ、あ、ちょっとさ褒められたいなとかさ、そういう下心とかもさ、こう人間だからあったりとかするんじゃないですか。こうやって優しいことをして、あーなんかじゃあ自分がいい風に見られたいとか、まあそういう下心も多分人間だから誰しも必ずあると思うんですけど、私は分かんない、もしかしたらもうこの中に 100% フル純粋ですみたいな方がいらっしゃるかもしれないから分かんないけど、という心もあるじゃないですか。だからそれ人間って頑張れるんじゃないかなと思うんですけど、私はね、だからいいと思うんですけど、なんかそういうの置いといて、例えば誰にも見なんか、うーん、なんかそのなんかそういうの関係なく本当に誰も気づかないようなところで優しい、なんか優しさとかを出してらっしゃる方はすごいなと思うし、も私もなんかそういうことをできる心の余裕を作れなんかある女性になりたいなと思いますね。カレンちゃんは福岡に帰っ、カレンちゃん福岡に帰ったの？知らんがな、知らんかなです。へえ、そうなんだ。ハッツが一番可愛いと思うポーズ。あ、それ来週、はーい、それ来週さ最終回なんだ。最近はサクラムと孤独をよく聞いちゃう。サクラムと孤独、ちょっと訳してるでしょ今。サクラム、サクラムを結べるかですか。サクラムは孤独は何ですか。孤独なラバーとか、なんかそんな曲ありませんでしたっけ。まだ踊ったことない曲で今後やってみたい曲はある。愛しさなくする、うなさん、苦クッキードクターホワイト見たことないよ、初見です。ね、と鬼滅の刃の推しキャラは富岡さんと、富岡さんと富岡さんかな富岡さんかな、富岡さんかなのきさん、ありがとう、ハートたくさんありがとう、こんばんは。猫に恩を返すって、そうなんだ。うずさん、ありがくっち、富岡さん好き。あのムイムイって言うじゃないですか。ムイチロでしたっけ、ムイチロでしたっけ、時とムイチロみたいな名前でしたっけ。あの子も好きです、あの子も好きあの子も好きです。ちょっとなんか似てますよね、でも富岡半島なんか似てますよね。うん、校長さん、グレーのもじゃもじゃポコと三毛犬パピーどっちが見たい。うわ絶対面白いのは三毛犬の方ですよね。陰気すぎて席でずっと来て電車降りるふりするのはさりげない優しさですか。それはさりげない優しさだと思います。わかるけど気持ちめっちゃ、なんかさ立った時に自分が次どこ立つかさ気まずくない。こうやってあーどうぞって言ってさ、ちょっと目の前に立つのはなんかちょっと嫌だし、ちょっと離れたところでなる気まずい。こんばんは、ちゃちゃまる推しです。ちゃちゃまるってなんで、あのスズメだっけ。私あのねアニメね全くキャラを覚えてないんですよねもう私あの鬼滅の刃が好きと言いつつもお話とか見てるのめっちゃ好きなんですけど、なんかグッズを集めたりとか、なんかそこまでガチじゃないんですよ。こうアニメを見たりとか映画見たりとかするんだけど、なんかさほんとガチのファンですみたいな感じでこうグッズ集めに行ったりとかしないからさ、なんかキャラクターの名前まあ覚えてないんだよね。なんかさ全く覚えてないとさ本当に好きなのって思われそうなんだけど、好きは好きなんだけど、なんかねキャラクターの名前全然覚えれないんですよね私。あ、そうなんですか、さくらんぼと孤独って曲があるんですか分けてんだかと思った。あまり話したことないけど仲良くなりたい先輩ですか。あんまり話したことないか、うん、茂木さん。いやでも私鬼滅の刃最初
あのどのキャラクターの名前の呼び方も分かんないし、曲の名前言い方もさ、あの最初に最初に主題歌何でしたっけ、ふんふんふんの方、ふんふんふんの方、ふんふんへーの方って名前何でしたっけ、あグレンゲか、あれもさコーレンゲだったっけなって思ってたんですよ。そしたら妹にグレンゲだよって教えられた気がする。グレンゲですよね。でその次のさホムラちゃんもさ、私ずっと炎炎って言ってたらさホムラだよって言われたんですけど、もうそんくらいね全然分かんなかった状態から、まあちょっと好きになってからまあ成長したなと思います。東京リベンジャーズ、東京リベンジャーズあれですよね、主人公が竹道さんの方ですよね、竹道ですよね、東京リベンジャーズは。へえ、あのアニメは誰だろうな、あの子好きですよ、ちょ名前わかんない名前わかんない、名前わかんないけど、あの長髪のあの男の子いるじゃないですか、あの東京卍会の初期メンバーのあの髪の毛があの黒くてこうセンター分けをしてる、ちょっと目つきがきついキャラクターの子のなんか仲いい人みたいな人、仲いい人っていう人、あのねちょっとマイキーに似てるんですけど、そのバジさんのお友達みたいなお友達じゃないんだけど、なんか子分みたいな弟子みたいな人、そう炭治郎好き、中島そんな名前だったっけ、じゃあドロケン、あ、そう、ちふゆくんですね。そうです、その人だ。好きですね。なんとなく、でもあんまこの人っていうのはあんまないけど。それそれ、私、東京リベンジャーズはね、アニメ、今どこまでやってましたっけ？ 2 期までやってるんですけど、全部見たんですよ。いろいろ全部見たけど、多分、見れるとこまで見たんだけど。あ、人気あるんだ、へぇ。なんかマイキーさんって言ったらちょっとね王道だなと思って、ちょっとそういや AKB48 のねこのもうお日様の 日にね菜の花の菜のね名前は本当に難しいよね。うん、わかる。あ、でもなんかそうだね、うん、なんかよアニメと漫画どれが好き、あどれが好きなんだろう、特にないな、まあ、でも漫画よりアニメの方が自分が触れてる機会多いかな。あと最近はファンの方がお話し会に来ておすすめしてくれたアニメもちょっと途中まで見てました。でも途中まで見てあのその見てるあの見てるそういうネットフリックスとかユーネクストとかアマゾンプライムとかそういうやつのちょっと解約をしてしまったんで途中で終わっちゃいましたね。ちょっと1ヶ月無料体験みたいなのをやる機会があったんですよ。1ヶ月無料体験しててその間で見てたんですけど終わりました1ヶ月が。そう、それも途中まで見た。なんかゴールデンカムイっていうアニメも見ました。ファンの方がねお話し会で見てみてって言ってたんで。そう、あちょっとお尻が痛いです、座りすぎて。あとさ、その並びで言うと呪術廻戦だよね、次は。呪術、あ、でも呪術廻戦はね、今アニメ、続いてるの終わってる？アニメ止まってる今。あの止まってますか？止まったところで終わった気がする。漫画読んでないね、リベンジ。鬼滅ちゃんと進撃の巨人の途中までの漫画とアニメしか見てないかな、漫画は。漫画あとは、白熊カフェって知ってますか？白熊カフェっていう漫画とか
あとももくりっていうコミコっていうアプリの単行本買いました。ももくりっていうのがあの超少女漫画系なんですけど、あれめっちゃ好きだったんですよ小学生の時。そう小学生の時もうめっちゃ好きだったの。しんちゃんのはもう書いたよ。じゃじゃじゃん。てててててん。お仕事頑張ってね。小熊カフェはアニメで見てた？アニメ。けー。かわいいでしょ？うん、かわいいでしょ？まあ、たぶん7号が待ちます。最近は、あ、ドリカノは懐かしい、あれですよね、男の子がアイドルになるみたいな。私1話までしか読んでないけど、なんとなく知ってるよ。あと何見てたかな。中二病の時期あった。あるある。中二病、私結構でもずっと中二病だから、今も自分のどこが中二病なのか 100% 理解してないくらい今も若干中二病だけど、あったと思う。振り返ってみたらあったと思う。あれ銀の盾だっけ。あ、有名ですよね。映画化もされてましたよね確か。なんかお母さんが言ってたな。でもちゃんと見たことないかもしれない。そうありがとうね。じゃーん。あ、間違えた、シール貼ってなかった。何色のシールにしようかな。ぷっぷっぷー、ララ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 ラ。あ、流行りの推しの子、推しの子聞いたことあるぞ。え、聞いたことある。じゃーん、じゃっちゃん。金野さんってなんかあれですよね、なんか牧場系とかなんかそういう農業系の話だったっけ。まさくまさん今いるかな。いないかな。じゃーん、じゃーん、じゃーん。なんか普通の白い髪に見えるね。黄色に見える？あんま見えないね。あ、ピンクにすればよかったな。ピンクもあったんですけど失敗だ。まあ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 。ん？え、待って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 、危ねえ危ねえ。また携帯の充電が切れるとこだ。え？ちょっと待って、スタッフさんから連絡が来てた。ちょっと待って、
最近雪すごいよね。私もさ、昨日さ、ちょっと布団にね、お水をね、こぼしちゃって。でさ、ちょっと干してたのね。お外に。そしたら、凍ってた。凍ってた。濡れてたのかな。農業高校の話か。私さ、動物好きだからさ、そういうね、農業系のね、高校とかいいなと思うけどさ、そういうことを考えたらさ、自分にできるのかなって思いますよね。そう、そうよね、凍ってるってことはさ、あれだよね、0度超えてる、下もってことだよね。なったよね、なんかそういうの、なんか100度融点とかさ、なんだったっけ、ちょっと待って、言わないで、名前思い出すから。何点だったっけ、何点だったっけ、思い出せない。続いての方の名前を書こう。獣医さんよね。大変だよね。あと2人かな。自然力点作用点、フレミングの法則、磁力みたいな電気の流れ、磁界ね、こうブズブズ、磁石からこうやって矢印がピョーンってピョーンって出て、フレミングの法則って左手だよね。あれ右手だったっけ、左手じゃなかったっけ、右手だったっけ、あ、右手だったっけ、左手だったっけ、ちょっと覚えてない。なんか一瞬ちょっと私さ、あ、左手だよね、じゃあこっちだ。あれだよ、みんなから見たら右手になってる。お、右手もあるの。へえ、これ右手だとどういう風にやるの、ちょっと難しいか。なんかさ、物理をさ、ちょっと勉強してた時にさ、前何言ってるか分からなかったね。何言ってるのか、ちょっとよく分からなかった。1モル、え、何すんの、なんか難しかった。多かったマクダダ初めて香港ムームさん、ありがとう。でもなんかもうちょっと勉強したら面白くなるのかな、どうなんでしょうね。なんかさ、高校とかその大学でさ、例えばそういう系に行かないともう勉強することってないじゃん、役に立たないのかな。なんか気になる、だからさ、余裕があったらやりたいとか思うけど、そんな余裕とかなんでもやらないのかね。やっぱり覚えても意味ないのかな。なんかさ、今更さやってもさ、なんかそういうの使わなかったら意味ないのかなと思うとさ、なんか意味ないのかなと思ったりするけどさ、なんか本屋さんとか行ってさ、例えばさ、なんかこうなんちゃらの世界史とかさ、なんちゃら死ぬほど面白い、そんなこと書いてないか、だって死ぬほど面白い物理みたいなのが書いてある本が置いてあって、面白そうだなと思うけどさ、なんか今更読んでも意味ないか、別に勉強とかで使ってないからいいのか思っちゃう自分もいるよね。損得感情で生きてしまってるね。確かに、まあ他にもやることいっぱいあるだろうってね。大学入ってから全く高校の勉強使ってない。でさ、なんかさ、小学校の時に、なんか例えばさ、あれは中学か、円周率でさ、あれは小学か、
3.14 で頑張って計算してたのにさ、中学になった瞬間急にパイ使ってくるみたいなあるじゃないですか。パイでしたっけ、あのなんかあの計算は必要だったのかってなりませんね。え、もう最初からこれでよかったじゃんと思っちゃうよね。I'm fans You ってこれはどういう意味の You なんですか皆さん、英語が詳しい方。この You ってのは歌だってことですか。インドネシア Thank you。 あ、わかった、あなたのってことか、あ、You ってことか、なるほどね。確かに Can you say hello for Hello, hello, hello へー、ネットスラングなんだ、へー。え、バカドンク？どういう意味？あなたバカですってことですか？続いての方は書きますか。どうやって書くか。ネットスラング、どうやって書こうかな。あ、皆さん質問ありますか？ありませんか？私に質問。読んでくださいって意味なんだ。そうなんだ。あ、ひらめいた。なんか腰が痛いんだけど、本当に。本当に腰痛いわ。これ何？これ。なんでこんなに可愛いんですか。そうですね、ちょっと考えてみます。ちょっと待って、よいしょ、さよなら。よいしょ、あー高くなっちゃった、とか大人っぽい靴持ってますか？持ってないです。普段は GU で買ったブーツかスニーカー履いてますね。必要かしらかな。ヒカルンがハツと毎日電話してるって言ってたけど、どんなこと話してるの？いや、特にね、こんなこと話すとかじゃなくて、今日いつも普通に会ってる時に話すようなことですよ。世間話。誰と連絡した？してないかもな。やり取りしたのはあのインスタのストーリーくらいかな。最近当てたグループが好きな手、人生楽しくなった、少し楽しくなった。あ、そりゃ嬉しいね。そう言っていただけたら嬉しいで、ね。
最近少しメイク変わりましたか？最近メイクは今日はあんまメイクしてないからあんまりメイクっていうメイクじゃないんだけど、昨日とかは変えたっていうか、ちょっと変えた、アイシャドウとかは変えてないけど、目のアイラインだけ少し変えたかな、昨日は。そんくらいかな。ドアナップ治りましたか？ちょっとまだ確認してないかも。ドライヤーは買ってないです。好きなコンサート会場はどこですか？そうですね、名古屋ドームですかね。はい。タワーくださった方の名前をカキカキしてます。すごく昔にくださったんですけど、1ヶ月前以上っていう変な日本語を言ってしまった。1ヶ月以上前なんですけど、最近のメイク好き、うるち。7歳の息子もホテイトグループ好きになりました。おしめは誰ですか？ぜひ。最近ドボン頑張ってるのは理由があるんですか？特にはないんですけど、ちょっとやらないとなと思ってやってますね。あとなんか次ライブがあるって言ってたから、また8月くらいにそのイベントがあるって言ってたから、そのライブの出たいなって思ったんで、ちょっとやろうかなっていうのがありますね。最近のリップが前より目がチョブチョブする。にゃー。最近のリップが前より薄くなったのは、薄いリップも買ったから、それをつけてる時はちょっと薄いかもね。実は今は結構濃いやつの方をつけてるんですけど、すっぴんだとバランスをね考えようと思って、こうすっぴんの時にあまりにも濃いリップを、すっぴんじゃないわ、メイクがこう濃い、目のメイクが濃い時にリップも濃くすると本当にお化粧が濃くなっちゃうからっていうのがあったから、目のメイクが濃い時はちょっと薄いの塗って、ちょっと目のメイク薄い時はもう濃くてもいいかなくらいでやってます。あとは気分ですね。あ、なんかいい。メンバー的には大きい会場が好きなの、やっぱファンの方的には劇場公演とかで見た方が近いからいいっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱアイドルとしてはこのでっかい会場からの景色ってもうめちゃくちゃ綺麗だから、それをこうやって見させていただけることってすごく本当に、でもなかなか難しいことだから、大きい会場で見た時にアイドルになってよかったって思うからこそ、またその景色やりたいなって思う。7歳のうすかさんのおひげはゆいゆいと7さんということで、かすってない、かすってない、かすってない。はい、濃くなりました。好きな女優さんは小松菜奈さん、大好き。小松菜奈さんの写真集買おうかな。そういや買おうと思ってたの忘れてた。小松菜奈さんってね、結構昔にね、写真集直視できるかな、かわいい。これが何、18歳ってこと、かわいい。ごめんなさい。席の競争激しい。待って、中古で770円で売ってる。かぁ、これだ、悲しくなってくる。自分の可愛く見てると可愛いなっていう気持ちとともに、おお私と全然違うっていうこの悲しい感情に包まれるよね。こんばんは。
わわ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 わノリアットマークユウさん、ノリさんありがとう、お花ありがとう、ハッピーボイ、ありがとう。おすすめの宇多田に好かれる方法、宇多田に好かれる方法ですか。そうですね、何ですかね、宇多田に好かれる方法ですか。みんなのことをずっと続いてるから、これ以上どうやって疲れたいのかなってところもあるけど、ちょっとシャツがよいしょ、そうだね、そうだね、なんだろうね、確かに、あーくび、おーおー、リポついちゃった、なんだろうね、怪獣物を見ていると心が浄化される気がする、わかる、浄化されるよね。これ何、これこれ何、これ何、これ、なにこれ、これなにずっと言ってる、これなにこれこれなにこれこれなんだこれこれなにこれなにこれ、お風呂から帰ってきた、早いね。あ、わかる、めいっ子ちゃん見てるとね、癒されるよね。私もいとこの赤ちゃん見てるとすごく心が癒された。最近あった話を今思い出してます。なんかみんなに話してないことあるから、あつ今日も可愛い、ありがとう。バレンタインで誰かにチョコを渡す予定ありますか。あります、あります。どうやどうや、バレンタインです、バレンタインで、バレンタインデーのチョコを渡します。それは私でしょうか、さてどうでしょうね。あ、ありがとう、こちらさ、こちらこそ、こちらこそ、感謝はいらん、感謝はいらん、俺はいらん、それは誰ですか、誰でしょうか。やだ、ちょっとここでチョコ漏らさないでよ、ごめん、ちょっと口が滑っちゃったかな、ご
こんばんは、うるさにがクッキー出会って数日なのですみません、いや、すごい、出会ってこう数日なのにもう、あこのノリにちょっとついてノリについてきていただきありがとうございます。ミサタきっと許してくれるでしょう。いや、ごまかすぞ、私はごまかすぞ。いや、照れますな、照れますねはい、私にもちょうだい、あげちゃおうかな、あげちゃおうかな。何ベイクドショコラですか、動画ついてる。またピョンジュですが、ありがとうございます。あ、すいません、あのちょっと他の方のファンの方にはちょっとあげる予定がございませんので、あ、申し訳ないですけど、すいません、すいません、本当にあのピョンピョンの方にあげる予定がございません、すいません、あの申し訳ないです、本当に申し訳ない、ちょっとないですねあのちょっとピョンの方、ちょっと歌が言う、そこにそこにピョンズの後にちょっと小さくでも UF って言ってくれてたらちょっと考えるんですけどね、ちょっとね、すみませんね、ピョンズとしか見えないんで、そう、まあということでね、まあまあというね、ジョガーママさて、オチまあ誰にあげるかってところなんですけど、まあ、本当は秘密にしておいてほしいんですけどね、でもみんな口軽いからなみんな口軽いからな、みんな口軽いかな、言ったら言いそうなんだよね。こうショールームのさところにさ、ハッツがチョコくれるって、じゃ絶対この中でコメントするやんっていうね、だから言わないかもね。でもまあバレンタインデーのチョコっていうか、バレンタインデー用に売ってたチョコレートがちょっと可愛かったから買って、それをあげようかなっていうくらいです。だからもうバレンタインデーに合わせて買ってるわけではないですね。そう、みんな口軽いからさ、開き直ってるね、天使の羽並みに口軽いよ、開き直るな。あの沖縄のお菓子で天使の羽っていうお菓子がある、めっちゃ美味しいですよ。あの本当にあなたの口並みに軽いあのお菓子で、食感が美味しいです電車バタたくさん、あのみんな、そうだね、堂々とね、堂々と言うことじゃないんでね堂々ということじゃないんでやめてもらっていいですか。ぜひ私の口でクラスで口軽いですか、ガス軽いんですか、大丈夫ですか、そりゃそれは大丈夫でございますか。ないかなーでもあげるのが、私はまあバレンタインデーというものにあれなんですよね。かわいい。これはなんかシール貼らない方が可愛い気もしてるぞ。短縮授業で 1.2 時間目、体育で3時間目、音楽で4時間目、美術の時のリュックくらい重いです。おお。ん？短縮授業で 1、2時間目、体育で3時間目、重っ？軽いな。それ軽いな。一番思い出残ったバレンタイン、あれは冬も寒さが深まり、寒さが
頬に当たる風がに春をあれはちょもう一回やり直し、あれは冬も落ち着き頬に当たる風に春を、頬に当たる風が春を感じさせる日です、感じさせてきた2月、私はチョコレートを持って校舎裏に立っていました。あの子に渡すぞと思って、私は花壇に植えられたチューリップの球根を見ながら春の訪れを待っていました。しかしあの子は来ませんでしたっていう作り話ということで、かけたじゃーん、ジュヤさんありがとう。いや見てる、そこにいるけど、なんかちょっとよくわかんないけどさ、いつものパンダのキャラクターを描いてる。でもなんかヒゲ生えてて、これ何なんですかね、これなんかのキャラクターなんですか。そうや、あれなんか今言ってたっけこれ何のキャラクターなんだ、誰のキャラクターなんだ、パンダ、うんうんうん、イエーイ取れた。あ、全く知らないの、このヒゲを描きながら何を描いてんだろう、このヒゲ、私はこれ何を描いてんだろうと思いながら描いてました。イエーイイエーイ取れた。ということで Thank you very much マッチョ、はい、ありがとう。やっといたね、さっきもいなかった。ラストですかね、私が間違ってなければ。あ、ありがとうもありがとう、ティキュブリマッチョ僕の歌ったへの愛くらい重いです。うん、これは難しい、これは難しい。こんばんは、こんばんは、ようこそいらっしゃいました。初見さんですか、あなたは初見さんですか、かわいいお名前ですね。ちょっとナンパしてる人ね。え、お姉ちゃん、お姉ちゃんがちょっとわかんない、お兄ちゃんだったらごめんね。かわいい名前してるね。え、初めて出てくれたの、嬉しいえ、ちょっとさ、あの本当に本当ちょっとだからさ、ちょっと寄ってみない、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと一緒にない、あと1枚ですありがとうございます。あのナンパのお兄さんにはねついていかないでね、また来てね、 また来てねっても帰っていくみたいな。浦さんありがくっち、秀樹さんありがハート、あと1枚です。お兄さん、皆さんナンパしたことありますか、あ、若き日の思い出でも大丈夫ですよ、はい、若き日の思い出でも大丈夫ですけども、ナンパはしたことありますか。私なくしか行ったことあるの、いつ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 ですか、嬉しい、久しぶり、覚えてるよゆみかちゃん、ゆみかちゃんって言うんだ、覚えてるよ久しぶり急に久しぶりナンパ初めましてとか言ってたのに、ありがとう、久しぶり、覚えてるよ元気だった、元気だった、あ、ないです、全く、あ、そうだ、ナンパの話をしてたんだ、いやね、ないよね、したって言ったら印象悪いものなの、しないけど、どうなんですかね、
なんか私はまだ運命の赤い糸とか信じてるちょっとあのタイプの人間だから、ちょっとまだ現実見てないタイプだから、なんだろう、はっ、ドキンってなってるのナンパだったらいいと思うんですよ。あのあなたのこと一目ぼれしてしまってとかのナンパだったらいいと思うんですよ。でもあの誰振り構わず歩いてくる人の、あ、そしたらちょっと、あ、そしたらちょっとってやってたら、そしたら印象はあんま良くないかな。いや、なんかもうまあいたんですよ。もうね、前ね、もう通る人通る人に話しかけてるお兄さんいてね、びっくりしてた。面倒くせえな。実は宇多田ハカじゃなく近いってことあります。え、本当ですか？本当ですか？あ、本当ですか？知ってますよ。パンダはハピネス二郎さんのアバター。へえ、ハピネス二郎さんのアバターなんだ。ちょっとわかんないけど、私も実はハカちゃんの口が痛くなります。え、本当ですか？覚えてます。知ってるやん。名古屋ドームとかの口が痛、懐かしい。もうそれ何年前だっけ？もっと5、6年前だよね。5年前くらいか。じゃあまた会いに来てね。うまくしかやってないからね。じゃあ名古屋ドームに来てくれたということは愛知に住むのかな。そういうわけではない。最近そういう人減ったよね。あ、キャッチではなんかキャッチなっちゃうんですよね。まあいろんな人いますよね。でもこんばんは。名古屋ドームで私と初握手した。名古屋ドームね、懐かしいね。あれですよ、あれですよ、あのあれですよ、あの叩いてかぶってじゃんけんぽんでしょ。叩いて、ダメだ、もう充電器終わってるな。オーディション仕切り決めるまであと数時間です。みんな応募してね、応募してね。すっかり懐かしいね。うださん、ありがクッキーありがとう、たくさんありがとうね。初と初アクスしたのいつか覚えてない？いつだろうね、いつなんだろう。まあ、クスカイ自体ね、昔すぎてねっていうのもあるよね。記憶にないもん、アクス会のあるけど。私はどれくらい余裕を持って応募したんだろう。どれくらいだったかな。そんなにキンキンでは応募しなかった気がするけど、あ、どこだったかな。結構ギリギリだったか、あ、結構当日とかのギリギリだったかも。なんか写真だけ撮って文を車の中で急いで帰ってた思い出がある気がするから。横浜の中しかいつも行ってた？ありがとう。よくわからないけど応募してみる、うん、応募してみて。よろしく。早く応募しないと。そうだよ、急がないと。あと数時間しかないよ。なんでオムドロポンポコリンにしたんですか？あのね、CD 音源、カラオケが入ってる CD 音源持ってきてくださいって言われてたんですけど、ちょっとなくて、私がね。だから、その借りに行ったんですけど、借りに行ったところで自分が知ってる歌で CD 音源でカラオケがあったのがオドルポンポコリンでした。懐かしい。お話し会じゃない、握手会の時とかね、私の母の方がこう、私が最後の部で終わる時とかに、
レンの一番向こうで、レンの向こうでね、なんかこう私にメッセージとかをこうやって見せてくれたりとかして、お見送りをしてくれてたの、結構毎回すごい嬉しかったです。でもなんかそういうのもなくなっちゃって、お話し会になって寂しいですよね。懐かしいな。スタジオで写真撮ったの、いや家で自分で撮りましたね。プラミナイコとなんかそういうのやったよね、懐かしいよね。中南期合格したら宇多田ハツカに憧れて入りましたって言います。よろしく、たくさんダンスを教えてあげるから安心して。はじめまして、こんばんは、ほほー、はじめまして。ヘルペスできて3時間のすっぴん顔面ぜひぜひ応募してくれ。でもハツカたちの学年がギリなんですよ、二十歳までだから。じゃあもう一個上か、もういけるんか。握手会楽しかったよね。トーク会の途切れた顔面に手振ってます切ない、そんな方切ない。でも私もだから、私もこうやってバイバイ、ってなってるよ。次何書こうかな。今日筋トレまだしてない、したい。おいユイに手振るな、おい、途切れた画面のユイに待ち受け手振るな、おい、そこは宇多田だろ、そこは宇多田ハツカにしときな。おい、ね、分かる、真ん中ですって出るよね。画面切れたら真顔に戻る説、ほんとありがとう。あ、もう時間だね、あ、またね、あそこまで真顔ではならないけど、こう終わった時に次の人がいないと、そのほんと一番最後のトークで自分の最後の顔面がずっと右に映ってるんです、右上にね。これこうやって、こんな顔とか、こんな顔とかがこうずっとずっとそこに映ってるの、次の方が来るまでずっと。それが気まずいです早く来ないかなと思いながら。たまにこうやって半目とかでもずっとそこに残ってるの、そこに画面の右上のところに小さく自分が。前もただ20日はね、みんなと話せる機会っていうのはお話し会くらいじゃないですか。じゃあこうちょっと顔を見ながらね、だからすごいね、お話し会があってよかったと思います。握手会とかないのは残念だけど、トーク会は本人確認の方とお話、本人確認の方とお話しするんだね。私知らなかったよ。私愛知県に住んでるな、いえ愛知県だな。愛知今雪降ってる、今じゃないか、昨日おととい昨日めっちゃ雪降ってたって。場所によるか、でもツッキーって手を振る。一旦このルームにいるときはハッツにしとこうせめてお代理にしとこうよ、名前的に急に、ね、ラッキーツッキーが飛んできましたね。お話しか消えてもニヤニヤしてる、それは良い良い、それは良いでござる。何つけてるの、コロナ明けてもオンライン、そうなんだ、そっちもタイプもいらっしゃるんですね。お話し会って初めの方の時間で入るより中間最後の方に入った方がいいから、
ああ、まあでも確かに暇してるのは中間とか最後の方かもね。最初は結構たくさんこう一気に来てくださるからこうやってやるんだけど、最後の方とかは結構暇なことが多いかもしれない。まあでも別にどのタイミングでもいいですよ。昨日降った？めっちゃ降ったって言ってた。こんばんは。え、昨日愛知降ってた？そうだよね、そう言ってたね。実際初愛知。あ、なんで愛知行ったんだ。お話会基本カメラ目線しないね。その理由を教えてあげよっか。あなたの顔を見てるからだよあの顔カメラ目線しないのはみんなの顔を見て話してるからだけど、まあ、みんなの顔見ないでいいよっていうならカメラ目線するけどね。どっちがいい？どっちでもいいけど、私はどっちでもいいけど、どっちでもいいけどどっちでもいいよ。そう、カメラ見てたら誰と話してるんだろうって気持ちになっちゃわないですか？そう、誰と話してんだよって気持ちになっちゃう。だってみんなの表情とか見てたりして。あ、そろそろ勉強してきます。ホワイト、もう10時になっちゃうね。んー、充電器が壊れてるやんけん。確かに。明日って火曜日か。画面はニックネームみたいに載ってたりするの。答えましょう。載ってたはず。載ってた気がする。あれちょっと待って、記憶が定かではないけど載ってたはず。これラストです。あれ載ってなかった？乗ってたと思ってたけど乗ってなかったっけ。あれどうだったっけ。ちょっとわかんないから、ちょっと記憶力良さそうなメンバーに聞いてきて見れる。確かにそ だいたいこんくらいかなっていうのが分かるような。あ、だいたいこの、あ、何枚だからだいたいこんくらいの時間あるかなとか分かるはずだから、1枚とかは書いてた気がするな。あれ本名載ってなかったっけ。あんまどうだったっけな。ショックだったこと言っていい？マウスピースまた割っちゃったんだよね。でもなんか上の歯のマウスピースは割っちゃったんだけど、上の歯のマウスピースは前使ってたやつが一応あって、まあ形は変わってないんですよね。だからこれでいいかなって思ってる。また壊したなんて言ったらマイマドゥにアングリーされちゃうよ。My mother angry to me。 ちょっと後のがわからない。そうなんか別に私矯正をしてるマウスピースじゃないからさ、こう動かすためのマウスピースじゃなくて補定だから
動かす、逆に動かさないためのマウスピースだから形自体変わってないしいいかなと思って。破壊神、これからは破壊神を歌ってみてくれ。この後ろ目標はこの AKB48 をいい意味で破壊するようなことを、いい意味でね、あの悪い意味でとらわれるって終わっちゃうんで、いい意味で破壊するくらい革命的な1年を送れるように頑張るぜ。この調子で本当ですね。物の扱い悪いつもりはないんだけど、多分悪いんだろうね。そういうつもりはないんだけど、多分みんな私とね結婚できないと思うよ、私の性格が。多分ね、私と一緒に住んだらね、ごめん、はつかちゃんとは一緒に暮らせないってなると思う。残念だ。13ありがとう、見てる、さっきコメントしてたの見た気がする。あ、いた、ありがとう、ありがとう。じゃーん、これはね、あ、待って、ちょっとヒゲも描きたい。ヒゲもなんか足りないと思ったんだよ。ありがとう、ジュさん、ありがとう、ありがとう。あ、そうそう、このこれからの歌出しだよねは、あのうっせぇわのかもねーの音程を頭に流しながら書きました。これからも歌だを知ったよねっていう頭の中で 歌ってたからちょっとそれ変えた。歌だを知ったよね、雨が来たわ、初単を知っていながら、ディーディーさ、うせうせうせは、私も大会だけど問題はなし。ぐはーぐはー、ということで全今までの貯めておりましたタワーをくださった皆様へのメッセージ、ほんまにありがとう。遅くなって、あ、なんだこれは、ほんまにすやせん、放射線、ほんま、やー、父だ。ちょっと待って、もしもし、今ショールームしてるんだけど。はい、もりもり、はい、はい、ということで、キーちゃん、タギさん、エースのアンペアさん、ゲッちゃん、おかきさん、ということで、いました。本当にもしね、あれ書かれてないんだけどって方いました、今ね、あんまりなんか元気なさそうだから、元気もりもりって意味でもりもりです。ありがとう。こうやって見たら、上手やわ、私。あ、ごめん、折れちゃった。ちょっと待って。上手やわ。上手やわ。これとかも本物やんけ。お、かわいい。こっちのジャールもいけちゃう？こっちのふわふわしたジャールもいけちゃう？こういう、ちょっとポップな感じもいけちゃうし、こういう感じもいけちゃう？うまい。こういうね、まあ私の感じのイラストも描けちゃう。ちょっとこういう、ちょっとなんか、ちょっと雰囲気変えることもできちゃう。私。また私の才能がみんなにバレちまったようだな。また。ドンキホーテ就職決定、やったー、おやすみ。
すみなさい。私は今日何をしなきゃいけないんだろう。本当だよね、泣きすぎて困っちゃう。筋トレと勉強とお部屋の片付けと、ちょっと待って、やんなきゃいけない。ね、ありがとう、チョコレート。ジューさん、ありがチョコレート。Give me a chocolate. Hello, my name is Hatsuka Utada. Today, I went to job. This pose is偉そうなポーズ。上司がやるポーズ。This pose don't do this pose because this pose is 偉そう。上司 angry。 上司 angry。 This is twinter。 Twinter is twinter。 This is half pony。 Half pony。 This is ponytail。ポニーテール、ポニーのテール、ルックポニーテール、ルックライクポニーテール、ポニーのテール。おー、ファンタスティック。おー、絡まってる。 My hair is long long very very long。 I want to donate my hair。So, I, なんだろう、grow up my hair。 伸びろ、あ、メロカンさん大丈夫そう。よく教えてくれた、君はさすがだ。忘れていたよ。写真でも撮るか。じゃあ、はい、撮りました。あ、撮れた？アメリカでひどいで暮らせそう。うん、なんとかなる。オフコース、オフコース。なんとかなる。OK。This live, thank you for my watching my live.ちょっとわからないね。The taiki, okay. Yes, yes, yes. Good evening, good night.今日はさつまいも食べた。めっちゃ美味しかった。今日まだ筋トレしてないよ。あともうちょっと歩きたかったな。ポリポリお腹かいてます、鼻かいてます。全部自供しちゃう。じゃあみんなとはお別れの時間が迫って、でん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 
てん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 。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日の閉館は午後20時を予定しております。まだ館内にいらっしゃる方は素早く即座に帰宅をしてください。パン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 。また来ます。待っています。ペンペン。ペペン。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。そろそろランキングを読まないといけない。お水飲みたい。さよなら。うへえ。ちょ、なんかみんなに言い忘れたことあるかな。一回ランキング読もう。13位、スーさん、ありがとうございます。スーさん、ありがとうございます。12位、チマさん、チマさん、ありがとうございます。11位、フォーカットマーク、歌壇初みたい、香港ブンブさん、フォークさん、フォークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、シュンゴさん、シュンゴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、なんか赤いごめんね、歯を直に触っててね。これ歯触ってるわけじゃないの、マウスピースを触ってるのほぼ同じだよってね。はい、10位すんごさん、すんごさん、ありがとうございます。9位直樹さん、直樹さん、ありがとうございます。8位、わさっぴさん、わさっぴさん、ありがとうございます。7位、ジュヤさん、ジュヤさん、ありがとうございます。6位、ゆうま過去熊本さん、ゆうまさん、ありがとうございます。5位、のりやとマークよよさん、のりさん、ありがとうございます。4位、ひいらぎさん、ひいらぎさん、ありがとうございます。3位、たかさん、さかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、13、ありがとうございます。そして1位は、エスノバートマーク、ユエフさん、エスノバーさん、ありがとう。チーン。そうです、マウスピースしてるんです。明日は配信しないかもな。あくびが出るよ。ミスター・パーカー・ジュニア、ミスター・パーカー・ジュニア。あ、なんか面白い、なんかひじきみたいな前髪になった。育てよう前髪を。よーよーよー。外して配信してる時ある？どうですかね、どうですかね。知ってる時もあるかもね。ご飯食べ終わってる時とか、食べたばっかの時とか、ご飯を食べてるすぐとかの時は外してるかも。古くないでしょ、新しいじゃん。ヨカバミ、夢見試合にありがとね、本当にありがとう、見てくれて。あ、もう本当に楽しかったから、またやるね、また配信やるから、またその時は見てね。仕事のつくもつけてるよ、マウスピースつけてるよ、仕事の時も。
やっぱね、仕事の時もつけんとね、歯がね、動くね。動くから、だから仕事の時もね、マウスピースはつけとるね。うん。やっぱね、せっかくね、矯正したのね、取れちゃうからね。うん。だからね、動いちゃうからね。あのね、だからね、マウスピースはね、ずっとね、つけとかなんとね、あかんのよ。ミックス。うん。ミックス。あ、ありがとう。Sのペアとマペアさん。Sのアンペアさん。ありがとう。うん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 。ということで、終わりにしたいと思います。うん。面白かった、ありがとうね。面白かった、本当に面白かったって言ってもらえて、もう20日もね、すごい嬉しいわ。うん。誰がな、これ。私に連絡したのは誰？あんたかい。あ、違ったわ。もう私のお母さんだったわ。お母さんに返事したわ。みんなのもうね、終わるからね。うん、終わるからね。ちょっと待ってね、ちょい。まだ次のこと何やるか決めてない状態でやめたとて、私はここでゴロゴロと携帯をいじるだけで終わってしまいそうなんだけど、あ、どうしようかな。あ、ギリギリ初なんかを見れた。あ、まさくまさんがいたよ。じゃじじーん、じゃじじゃーん。前髪ちょんちょんちょんって直してます。書いたよー。いえ、かわいいでしょこれね。かわいいでしょ。イエーイ、ありがとう。お父さんのよ。じゃあね、多分ね、布団のカバー早く選べって言われるんだと思うね。あのね、布団のカバーね、選んでって言われてんだけどね、全然選ばねえからね、私が。だからね、あのね、いつも連絡が来るんよ。早く選べってね、連絡が来るんだけどね、私が選ばねえもんだからね、お父さん毎日連絡してくるからね。もう終わるよ。もう終わるよ。よし、終わりにしよう。じゃあね、まんな。元気でね。だってデザインが悩むじゃん、お布団のデザインが。だからそんなすぐポンポコポンポコ選べないよ。バイバーイ。おやすみ、みんずみー。